ここ持神社は、長野県に那市高東町西公園にある神社である。創建は721年。品の国寺の承知連託持ちにより、伊豆神社の天神彦尾、二二木の村、箱根神社の天神彦穂穂で未村、三島大社の大山積みの命、それぞれの分霊を、町の西部にある権原山より誕生し、品の国寺源重行により969年に、 稲郡笠原層に先座。現在地には、日野木大勇、宋茂により1184年に先座した。現在地に先座後、1185年に、旧所在地稲郡笠原層の途中から、霊鉾が発掘され鉾持神社と解消。御神体として祭り鉾持三社大権限と、尊称した。現在の本殿は1774年に、再建されたもの。 神楽殿は1907年に建設し、拝殿は1915年に改築された。本堂へと続く石段は321段あり、参道手前にはダルマなどの集積所がある。毎年2月11日に境内で行われる五国豊上を祈る記念祭。室町時代から続いており、もともとはもみ酒の交換、販売や、 三種の販売を行っていたが明治中頃から、だるまの販売が始まり、だるま市と呼ばれ、親しまれるようになった。稲田に唯一のだるま市。中でも幸運をもたらすという福だるまを求める人で、賑わった。神社周辺一帯では、飾り人形が展示され、地元の産物などが販売されている。十四日市の名は、もともと旧暦正月十四日に行われていたことに由来する。 ありがとうございます。